本当に来た。泣き出しんだろ。ちょっとさ、これさ。いいっすよ。いや、待って、エレクトリカル今8人ぐらいいたんですよ。8人ぐらいいました。全員いたのでは？全員集合。あ、マジですか？あ、僕だけいなかったっす、じゃあ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。僕ナビゲーション見ました、最後。はい。やばすぎる。全員集合して。いいなぁ、見たかったな。特になんかいっぱいいたのめちゃくちゃいた。めちゃおった、びっくりした。回転盤の前に2人だったのに、僕行ったら。魚メイヤはタスクをやってないよね。何してたの、あれ。なんか魚盤のロッカーの後ろで何か探してたから一緒に探してあげました。あ、そうなんだ。ロッカーロッカーなんか大連版のあの後ろか電盤じゃなくてロッカーなんか落としたでしょ。いや、ちょっとパンツの紐が切れて。あ、なるほど、ね、あ、このね、まあまあまあ、そうか、見ちゃったよ。うん、あれエチケット的なやつ一応隠してもらこれ、サボ考察をすると、うん、竹尾さんですね。マジですか。なんか竹尾のリアクションも本当っぽい感じ。なんなんですか。おおきっとした感じか。いや、それは一緒に直したじゃないですか。その配電盤の前にいたのが僕と竹尾さんなんですよ。いますね。停電起こったんで、これセレブかなと思います。あ、それわかる。俺もね、なんかね、そのインポスター心理として、ここの前にいてサボタージュが起これば、こいつは違うだろうって思われるだろうっていう意識で押しちゃうから。白いじゃん。白いじゃん。そう、そうだ、そうだ、そうだよ。慎太郎さんが、なんなら慎太郎さんが直してましたからね。僕触ってないですから。笑ってるもん、今。リアクションがね、ほんとインポスターかと思っちゃう。バレちゃった。動揺してる。やめてください、僕インポスターじゃないですよ。いや、なんかな、もども竹尾さんってちなみに最終どこいました？最初カフェテリアですよ。ボタンを押してる。反応がガチでインポスター。慎太郎竹尾インポスター、インポスター慎太郎さんが来てるの。それ正解です。それありますね。まあ確かに茶番をやってる。なお正解な模様。ち、お、うん、あれ、スナパイ。死んでる。作戦が。ああ、スナパイ。作戦パイ。相当。めっちゃ直近とかじゃない？30秒溜まったぐらいですよ、多分。うん。多分、スタッフは、まあ、僕、最速でシールドまで行って、そこから、ナビの配線からのウェポン。ボタンって感じなんで。ちなみにウェポンで剣士と合ってますじゃん。合ってる合ってる合ってる。ああ、じゃあ剣士は違うわ絶対。僕目線無理無理。誰かアドミン見た人いません？あ、いないのか。左来てないですよ、スナパイさん。ちなみに初手。右も来てないですね。右も来てないな。右もいないです。竹尾さんアドミン見てない？アドミンね、見てないんですよ。カードだけしかやってない。え、何してたの？情報管理の前。いや、カードやってましたよ。
30秒ありましたよね。いや、あの、アドミンに竹尾さんがいたのを確認していて、いたのがカードサラッシュではなく、情報管理のところで立っているのは確認していたので、キルクール貯めてたんですかね。あれですよ、最初しか見てないですよ。で、開始から何秒後ぐらいですか。僕、その、カフェテリア右上のタスクやってから入ったんで、うんうん、ウェポンとかシールド1、なんかウェポンを2、ナビゲーションあたりに何人かいたと思いますが、エレクトリックしかない。セキュリティに落ちなかった。僕、最速で下からセキュリティまで行って、ずっとセキュリティにいたんで。カメラ見てないよね。カメラ見てないですよ。見てないですね。左は名屋さんだけってことですか。俺はね、開幕、あの扉が閉まる前に抜けられて、メッドベイでリアクターまで行って、戻ってって感じ。まあ、慎太郎君と武雄さんのインポストはないなとは思ったな、今の絡みは。まあ確かにね、が下にフォローできたら、下なんじゃない。藤宮さん、まあ、僕もあのカフェ扉抜けて下シールド行ってるんで、遮蔽直後の下だったら全然ある。下しかないんじゃない。その場合は藤宮さん、武雄さんがツナパイさんの表現をしないのがおかしい気がする。まああるいは抜けちゃってたか、まあまあ抜けちゃってたから、それ閉まる前に抜けちゃってるって見えない。閉まる前に抜けたのは藤宮だけです。あ、そうだ。あ、そうじゃなくて、その下以外。マジで見てねえんだもん。カサッ、ドゥドゥン、ドゥドゥン。宇宙警察だ。さっきゾニキさん聞いてなかったと思いますが、あ、はい、初手右右持ち、ウェポンナビゲーション終了って感じですね。ウェポンナビゲーション O2 やったかどうか微妙です。あの、ちょっと記憶定かでないですが、最初ナビなのは待ってる。ゾニキさんと僕とケンシって一緒にいました。あれ、アメネコはやっぱウェポン一番最後らへんに入ってきたと思うんだよ、多分。アメネコさんと宝さんと一緒にいたのは僕です、アルマです。そうですね、アルマさんとダウンロード男いました、ね、アルマさんも違うかな、だから。で、僕その後カフェ行って、メイヤさんと合流してますね。うん、見てた、ね。ああ、じゃあアルマさんも一緒に容疑者一緒として。一応、滝尾さんがカフェ下から上がってきてはいるんですけど。うん。アドミンはただカフェ、そうです。あ、チャナさんはどこですか、最終。魚さん、誰、どっち、魚さん、いや、わかるよ。魚S の、ね、はい、アドミンに高田健司がいるのを確認していて、ストレージ、え、高田さん、アドミンに高田さん、竹尾さん、アドミンに高田健司いたよ、情報管理見てて、え、竹尾さんじゃなくて、このターンだよ、この一ターン前じゃない。あ、前のターンは竹尾さん、やっぱり探してんだと見ていて、アドミンかな、アドミン、ツナパイさんがさ、下に行ったの見てないんですか、さ、あの、魚さん、竹尾さん、藤宮さんの3人。俺は見てないから、僕は見てないですけど、下抜けてるので、どこで死んだんだ、カフェ右上の可能性あるんじゃね、あ、カフェテリアで死んでる可能性。あ、気づかないかな。右上か。まあ、でも、いいんじゃないかな、もう。だって閉まってる状態で、うん、だよね、30秒の中でカフェにの右上にいる状況があんまりなさそうかな。どうだろう。思うから、だからそもそも藤宮さんは下に抜けたっておっしゃってたじゃないですか、はい、そもそも右とか左で先にスナパイさんが抜けてた場合って目撃ないんで、うんうん、そうですね、下はないとして左右で最速で抜けてた可能性はあるのかな、あるいは下かなと思って、まあ、左は俺しかいなかったけど抜けてない、絶対に来てない、え、あ、慎太郎さんが、うん、あ、慎太郎さんも下から抜けてるって言ってる、あ、そうなんだ、下、うん、ティン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 、
だからどこでキルしていいかわからんな。皆さん最終位置教えてください。この位置です。この字右側。はい、右目アッパー。あ、最終位置アッパーですか。違う違う、慎太郎は確かアドミンらへん。アドミン。武雄さんどこいました。アッパー横の廊下。アッパーから通ってますか。アッパー直前位置に寝てないんですけど、あ、カフェ側から。カフェの前は大津にもアドミンにも見てないけどな。結論はアメネコさんは何が言いたいんですか、それって。ロアエンジンに3いて、最終。3? ああ。絶対そこ主体だろうなって思ってるんで。魚さんはメッドベイにいました。うん、うん、ずっと弁当の下にいましたね。あ、じゃあ、言いましょう。僕アドミン、ちょっと他の人洗っとこう、はい。僕アドミン、シンタロアドミン。シンタロアドミン、魚とメッドベイ。魚と誰が。魚さんだけです。あ、藤宮さん、ね、直前はね、藤宮さんがいたはず、メッドベイにあって、カフェからこの字。あ、そういう意味ですね、はい。ごめん、これ結構情報出せて、俺の目線。藤宮さんが多分アドビンを見て、メッドベイに確認しに来て、そ、ね、その後ゾニキさんが来て、メッドベイを確認しに来て、はい、で、藤宮さんが出ていきました、ゾニキさんも出ていきました。はい、しばらく経って、またゾニキさんが戻ってきて、藤宮さんも戻ってきたみたいな感じだったかな。ゾニキさん戻ってきたかちょっと記憶ないんだけど、だから、先ほどの、言い分だと、うん、藤宮さんとゾニキさんがすれ違っていないとおかしいと思う、うん、O2 になった後の話ですか。 O2 最終の直前です。 O2 まあ最終なんでね、なった後だと思います。僕はどこだった、カフ O2 になった時にカフェテリアから O2 が向かおうと思って直ったから カフェテリアから、アッパーエンジン横の廊下に差し掛かってアッパーエンジン入ろうとしたところでなってます。オート直したらちょっと誰これ、はい、アドミン側直しました。いやこれほぼ武雄さんだよ思うけどな俺は。うん、あ、じゃあ僕目線ですけど、あのアドミン情報を信じてくれてるなら、あー2キロ来ちゃったか。藤宮さんじゃないですね今。はい、藤宮さんがやりました。あーですよね。え、何言ってんすか。藤宮さんがキルしてました。藤宮さんが妨害、めちゃくちゃ妨害されました。僕、あ、私は藤宮さんがやってないのを保証します。藤宮さんが僕の隣にいた人ですか。あ、はい、藤宮さんの右側にいました。で、藤宮さんの、キルモーションを見てないです。はい、なので藤宮さんではないです。でてか藤宮さんが多分、まあ、メッドベイから武雄さんが弁当使ってました。ああ、なるほどね。まあ使いましたけど。でもう1キル。てかこれ慎太郎さんじゃない、あと1人は。最終位置、まあ、あ、もう1人慎太郎さんですよ。いや僕じゃないんですよ。え、だって最初に言ったじゃないですか、僕ら2人インパスカだよって言ってた。いやそれ強いな。僕の、あ、移動経路だけ説明しようか。最初は確か初手左側に行って、
メッドウェイの中で停電が起こって、でそのまま僕はメッドウェイに行き続けて助けやって、全然治んないから妨害されてるんだろうなと思って、停電に近づかないようにアッパーセキュリティリアクターって感じで助けやってましたね。あ、ちなみに僕は藤宮さんと武雄さんがいて、はい、配電盤覗いたらバトルしてたんですよ、うん、だからもうキル絶対起きるから、その直後ボタン押そうと思ったらゾニキさんがドミンから降りてきて証言してるので、はい、まあ、普通にゾニキさんと藤宮さんがお互いをこうなんていうんですか、塗り合えるというか状態なのにやってないことから、武雄さん慎太郎さんでフィックスですね、うん、僕はさっきのターンから武雄さんだと言っているので、うん、はい、まあ目前は武雄さん、アメレコさんにじゃあなるのかな、ゾニキさんと藤宮さんが多分白証明できるんですよね、今回も武雄さん確定なんだけど、もう一郎が分かんなくて、うん、その時に藤宮さんなんですけど、藤宮さんと両インポスターなんですけどバトルしちゃってて面白いやつでした。キルクールたまりませんよ。皆さんどうする、1-3の分け方どうします。いや、あ、1-3ボタンありますゾニキさん。あ、ないのか、ないです。なんかアメリカさんもないんでしたか。考えないと。あ、僕ボタン押してないですよ。もうアメリカさんがボタン押して、うん、あ、じゃあ押して話し合いますか。あ、じゃあ慎太郎君押してほしい。釣りましょう、はい、ボタンあるなら、あ、釣るならボタン押します。フィックスですね、フィックス。フィックス、フィックスライク。宇宙警察だ。宇宙警察フィックス。何でも宇宙警察絡めたらいいと思うなよ。ほんまによ。いやー、さくらさん、あれだけバカにしてたアドミン警察に殺されてやんの。やーやー。ああ、まあちょっとツイッターブロックしますわ。はい、はい、じゃあ慎太郎さん釣りますか。からだけ、え、慎太郎さんなのか、なん、藤宮さんの理由は、まあ、白だけど、まあ、アメネコさんが武雄さんを初日から釣りにかかってたので、まあ、消去法で、だからまあそれはライン切れなんですよ。あ、てかゾニキさんに言いたいんですけど、そもそもさっきのターンで僕が全員に割り出させて、そのロアにいる浮いてる3人を言って、浮いてるのが武雄さんだから武雄さんという出し方をしてるんですよ。もし僕と確かに一応武雄さんがあれだった場合って、あの情報を僕が出す必要がないですね。武雄さんそれで詰めちゃってるのでっていうのを見てほしい。そもそもじゃあ俺がインポスターの場合って、今あのボタン周辺にいたのって僕しかいないんですよね。アメリコさんって最初はボタンを押そうとしてる素振りはあったんですけど、途中どっか行ったんですよ。いや、そもそも僕の思考を話すと、ゾニキさんが下に行って多分コミサボを直してくださるんだろうなと思って、はい、なので左側に行って、で慎太郎さんが押さない場合って慎太郎さんでほぼ確定じゃないですか、はい、でかつ僕は藤宮さんと直しに行けば普通になんていうか、あれなので、例えばですけど慎太郎さんがそれでキルしたとして割れちゃうんで、ボタン押すしかないと思います。慎太郎さんインポスターだとしても、藤宮さんって結構僕でロックしてます、ね、ロックしてます。だったらタスク勝ちしか僕目線は提示できない。僕はタスクも終わってるんですよ。タスク終わってる人います。ゾニキさんが終わってますよ。ゾニキはアップロードとスラッシュぐらいで終わったと思う。アップロード、アップロードとかあったらもうダメですよ、間に合わないです、うん、絶対。1-3で分かれるんでどうですか。いや正直それしてほしい。アメリコさんのクルーソって多分議論から拾えないから、うん、部下悪いと思ってるんですよ僕の方が。だから多分アメリコさんが釣れないから、いや4人しか僕は勝ち筋が拾えない。この村はこれで負けたらまあ僕の責任ということで、マジでありがとうございます。まあまあまあ、まあ、ゾニキさんがスキップ入れるなら、うん、まあ2-2になる。僕は慎太郎さん入れます。1-3分けるんだったらその提案までしてスキップしてほしい。ゾニキさん、ゾニキさんに任せます。僕も最近腕立てとあのクランプをやってるんで、いやまあ議論的に確かに武雄さん釣りに行ってるのがまあ、いや思うけど、いやーこれでゾニキさん信じてくれてありがとうね。いやーこれありがとうゾニキさん、申し訳ない。爆速でタックやる。まあ終わるんですけどね。トライス。初日の配電盤前ガチで2インポスターだったの。確かに。思い返せば。で停電やったってことだよね。だから高田さんがそれ言ったから合ってますよ。いやほんま、ガチで茶番だったんだ。謎の切り合いしてたのか、じゃあそこ。なんか謎。ゾニキさん最高。謎だな。いやいい。はい。ね、なんか最後ゾニキさんね、アメネコさんになんか気になることなかった。え、なんかありましたっけ。なんか最近筋トレしてるんで、筋トレしてるみたいな、なんかすり寄りがありました、ね、でクランプやってるって言ってましたよね。クランプ
クランプは女性漫画家ですよね。クランク、クランクです。はい、クランプって言ってました僕。クランプって言ってました。クランプって言ってました。クランクです。ガチ勢からの指摘が。いいじゃないですか。筋トレがすごい。フィックス。なんか僕冷静になってちょっと考えたんですけど、このなんか高田村ってインポスター全然勝てないのって、なんかみんなが自由な動きすぎて、うん、目撃証言がありすぎるからなるほどね。だってさ、結構みんなさペア行動しようとかないでしょこの村。ない。バラドラにしようとほぼない。共同が予測不可能すぎるんだよな。本当だ。ペア組まれんかともならないし。実はさ、ちょっと待って、ペアって弱い。やばい。いや、ペア弱い。これ発言が遅れるもん。ペア弱いのか。ペア弱いの。自由だ。僕は何やるんだよ。時代遅れなんだな。いや、マジで一回も勝ててないもんな。でも、道の記録って、慎太郎さんってことですか。できる僕ですね。スナパイさんは。はい、エレクトリカですね。気になってんだけどさ、あれってロアってさ、ずっと2だったら待ち構えてた門番切る最後。あ、僕は待ち構えてました。あ、じゃあボタン押される直前だ、本当に。そう、本当に直前よ。うわー、だよね。ロア3になった瞬間だったんだよね。あのね、やばかったのが、慎太郎さんがアドミンの O2 を直さないで、直す前に俺に寄ってきたの。いたのに、うん。で、やばい、殺されると思って、必死にロアまで逃げたら、武雄さんがそこにいて殺された。すごいよ、それ。